この中に、悪い奴がいます。誰でしょうか？そう！俺です。なぜならば、マスクを忘れました。マスクしてくるのを忘れました。ちょっと見ないでよ、こっち。こっち見ないで。離れた方がいいんだよね、こういう時ね。そう、今ね、オミクロン株ってのが、なんか日本、いや、各国、海外でも流行ってるみたいなので、新型ですね、コロナウイルスの。新型コロナウイルスが流行ってて、今東京でももう1000人超えたらしいですね。ああまあこうなります。キリン君もマスクしてないんじゃないか、それ。今回もですね、キリオ大統領が皆さんに忠告をしています。マスクはしろと。マスクをしないといけないと今忠告をしております。キリオ大統領。キリオ大統領すごい。貫禄がありますね、大統領。で、大統領これ、マスクしてないけどいいのこれ。いいの大統領マスクしてないけどこれいいと思う？大統領はいいらしい。いや、そういうので感染するんよ、いっぱいいろんな人が。まあ、俺も人のことは言えないわ。俺も今回人のことは言えない。マスクをさ、するしないだけじゃなくて、おさらいをしよう。まず3密だよね。密室？密会？あ、密会じゃない。なんだっけ？あれ、大統領3密ってなんだっけ？自分で言ってた。わかんないの3密。大統領わかんないらしい。みんな3密わかるか？ 3 密覚えてるか？わかる？えらい。わかるって。お、えらいね、みんな。大統領、3密、わからないんですか？本当に。わかってない。あ、わかる？三密わかる？ちょっと俺の耳元に言って。蜂蜜、蜜蜂、黒蜜。全然違う！全然違う！全然違う！痛い。大統領さらに偉い位置にいるわ。あ、降りてきた、降りてきた。で、ちょっと説明するよ。おさらいで説明するよ。まず、換気の悪い密閉空間にいてはいけない。密閉は×ってことです。2、人が多く集まる密集場所がいけない。これが2個目の3つ。3個目。会話するときに近くにいてはいけない。つまり、密接場面がいけない。まあ、つまりこういうことですね。これアウトだからね、これ。わかった。この場所にいる時点でもう我々はアウトなの。そう！そうそうそう、離れないといけない。これがソーシャルディスタンス。そうそう、これを皆さん心がけてください。オミクロン株流行っているので。よく反復横跳びしてる場合じゃない。ここに反復横跳びできる場所か。すげえ。大統領が反復横跳びしたらみんな反復横跳びしてる。もう、オミクロンどころじゃないわ、これ。オリンピックみたいになっちゃう。なんかオリンピック用できたな、日本で。